人的保障をめぐり、煮えの苦しみを味わう結末となってしまった。ソフトバンクの甲斐野洋投手、27、が西武から国内フリーエージェント、FA、権を行使して加入した山川穂高内野手、32、の人的保障で移籍することが、11日に発表された。日本代表も経験した剛腕の流出ショックだけでなく、レジェンド左腕、和田剛投手、42、のプロテクト漏れもこの日までに判明。今回の顛末は、球団内でも暗い影を落としている。日の暮れたペーペードームでメディアに対応した三笠 GM は、苦渋の選択だった、と、胸中を打ち明けた。2018年ドラフト1位指名でソフトバンクに入団した甲斐野は1年目から65試合に登板、26ホールドをマークして侍ジャパンにも選出された。最速160キロの剛速球が最大の武器。昨季は46試合に登板して、防御率.253と安定感を見せた。小久保新体制で臨む今季は、勝利の方程式入りが期待されていた。甲斐野は球団を通じ、突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しかありません、と素直な思いを明かし、今回、僕を評価、指名してくれた西武球団にも感謝しています、と主将にコメントした。今月5日に西武、渡辺 GM が、人的保障の要求を明言。その行方に注目が集まっていた、チームにとって、救援投手が大きな補強ポイントだった、渡辺 GM。保証制度の意義を考えれば、ソフトバンク側にとっては通算218発の大砲、山川獲得の代償と受け止めるしかなかった。陽気で気配り屋の甲斐野の流出は言うまでもなくチームに暗い影を落としたが、それ以上に球団内に動揺が走っている。プロ22年目を迎える松坂世代で、日米通算163勝左腕の和田がプロテクトリストから外れ、西武の獲得候補に上がったことが判明。昨季は有原に次ぐ8勝を挙げ、小久保新監督が今季の開幕投手候補に指名した重要戦力だったからだ。古株の球団関係者や OB の間からは、今回は特に慎重にならなければならなかった、という嘆きの声があった、山川の人的という特殊なケース。ファン心理を読めば、一番、代償、の大きい選手。今回はまず、ファン離れが加速する、万が一、を排除すべきだった。読みが甘かったのなら浅はか。昨年、不起訴となったが、山川が女性トラブルで世間を騒がしたのは事実。山川の人的保障によって人格者で知られる功労者が流出するケースは、ファンを傷つけかねない。ひいては山川への逆風が強まり、再起の道がさらに険しくなる。今回は、その危機が差し迫っていた。身内からも、悪手に移るプロテクト漏れだった。3年連続リーグ V スグルで上昇再建が至上命令ゆえに、勝利への執念は増している。先進的な取り組みで球界に革命を起こそうという気概にも満ちている。ただ、盲目的になってはいけない、という警鐘が鳴らされているのも、疑いようのない事実だ。ソフトバンク山川の人的保障、異例決着の舞台裏西武は和田剛打診も反響など鑑み急遽方針転換。ソフトバンクは11日、FA 加入した山川穂高内野手、32の人的保障として、甲斐野洋投手、27が西武に移籍すると発表した。西武は当初、日米通算163勝の和田剛投手、42の指名を打診したが、チームの顔の流出に対する反響の大きさなどを鑑みて、両球団が話し合って急遽方針を転換。最速160キロの剛腕、甲斐野が選び直される急展開で、人的保障問題は決着した。ソフトバンクと西武間の人的保障問題は、急展開を見せて、終わった。FA で山川を獲得したソフトバンクはこの日、18年ドラフト1位の最速160キロ右腕、甲斐野が人的保障として西武に移籍すると発表。勝利の方程式の一角として期待された剛腕が、新天地でプレーすることが決まった。西武は10日時点で、昨年末にソフトバンクから出されたリストから和田を指名する方針を固めていた。方針通りにソフトバンク側に和田で打診したが、反響の大きさなどを鑑み、両球団が話し合って急遽方針を転換。現に和田の移籍報道があったこの日、ファンや世間からの批判の声が殺到した。不祥事を起こした山川獲得の際にも球団に多数のクレームが寄せられたが、同じような声が相次いだ。再度の協議の結果、西武は手薄なリリーフ補強として甲斐野を選び直した。
和田の流出となれば、衝撃の移籍だった、松坂世代で唯一の NPB 現役選手で、今季の開幕ローテーション入りがすでに内定。衰えを感じさせない直球が最大の武器で、長年ホークスを支えてきた功労者だった。山川は女性問題による不祥事で、FA 移籍は物議を醸していた。それだけに山川の人的保障としてチームの顔が移籍することになれば、ファンの強烈な拒否反応は避けられなかったと見られる。海野は球団を通じて、突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しかありません。ドラフト1位で取ってもらったものの、期待に添えるような活躍はできなかったと思いますが、チームメイト、監督、コーチ、スタッフ、フロントの皆さんには温かく見守ってもらい感謝しています。今回僕を評価、指名してくれた西武球団にも感謝しています、などとコメントした。ただ勝ち系統の軸として計算していた剛腕の流出も、球団にとっては痛恨。今オフ最も注目された FA 劇は、異例の展開で終わりを迎えた。